どうもみなさん、こんにちは。今日は、自動ドアを作っていきたいと思います。うん。来ました。僕はスティーブなのでね。やっていきましょう。まず自動ドアの基本から作っていきます。まずこうして、こうして、こうやって一段を取って、こんな形に穴を掘ります。そして、レッドストーンで、松明だ。で、こうして、こうですね。そして、ブロックで、そうするとレッドストーンのこの鉄ブロックに動力が伝わってこれを発信するんですね。あ、こうじゃないかな。違うか。忘れてた。で、こうして、こう。こうして、鉄ブロック、粘着ピスト。で、ブロック。自動ドアの完成です。で、この回路を参考に家を作っていきます。まず出会いとかちょっぴりした小屋を作っていきたい。で、こう、こうして、こうして、レッドストーン対末、ピストン、ピストン。こっちも同じようにこうして、こうか。
あれ？あれ、なんでだ？違うか、こっちもかな。ちょっと待って、違うか、これを前に行ってたのか。あ、そういうことか。うん、いいですね。で、これで窓をつけてあげて、よし、今回はこれで終わりにしたいと思います。それでは、バイバイ。